ヒューマンビートボックスは人間の発話機関を使って音楽を作り出す音楽表現の形態の一つである。略称はビートボックスあるいはヒューマンビートバックスという英語の頭文字をとって h b b と略字で表記する場合もある。演奏者はビートボクサーと呼ばれ通常は本名ではなくステージネームで呼ばれる。ビートボックスを披露するビズマーキー一人。 または、複数の人間の発話機関を使って音楽を作り出す新たな音楽表現の形態の一つであり、ニューヨークのストリートカルチャーを発祥としている。マイクロフォンやアンプなどの覚醒装置やサンプラー等の電子機器を用いることが多く、楽器や様々な装置の直接的模倣音だけでなく、人間由来の独自の音まで様々な音を素材としている。 世界初のヒューマンビートボックスの専門書、ヒューマンビートボックス。具体的な表現事例としては、レコードのスクラッチ音やベース音、リズムマシンのミキシングによる音色の加工や変化などを再現したブレイクビーツを一人で作り上げたり、動物の鳴き声、風の音、機械の作動音などの様々な直接的模倣音を使い、何らかのストーリー性を感じさせる演奏を、 グループで行ったりする例が多く見られる。また、これらの演奏に、歌やセリフなどの言語音がそのまま加えられることもある。一般的には、DJ が用いるビートボックスと呼ばれるリズムマシンによる音を人間の声で模倣したことに由来すると言われている。ヒューマンビートボックスであるが、日清月歩で、その表現技法は発展を遂げており、単なる模倣の文化から、 独自の音楽表現の領域として、欧米諸国ではその概念が確立されつつある。一方、日本国内では、2014年度に、ヒューマンビートボックスの公的研究として、音楽表現の新たな素材としての、ヒューマンビートボックスに関する基礎研究263万7019が初採択され、学術的な研究領域として徐々に認知されるようになった。なお、 世界的な潮流と日本におけるヒューマンビートボックスの方楽きに関しては日本におけるヒューマンビートボックスの概念形成世界的な潮流と日本人ビートボクサーアフラとの関わりからで生じずされている起源に関してはヒューマンビートボックスの概念規定によって諸説が根校としていたが近年では適切な捉え方が進んでいる例えば ヒューマンビートボックスはストリートカルチャーが発祥であるという前提に立つならばアメリカ合衆国で1930年代に出現した簡易な楽器とボーカルによるドゥアップが始まりとなり1985年にダグイーフレッシュは自身が1982年に最初にこの音楽表現を始めたと語っておりラディー・ダーディーが最古の録音と捉えることができる一方 ザ・ファット・ボーイズのメンバーの一人バフィーは1975年に始めたと主張している。ただし、両者の主張は録音録画に基づくものではなく、あくまでも元素を主張する二人という捉え方をすべきである。また、音の模倣ということにだけに着目するならば、ビートボックスは1970年代半ばに発明されたものではなく、文明の幕開けから人間は音を使って、 コミュニケーションをとり、危険や宗教的な目的について警告してきた。音楽や歌のような音の芸術が登場するとすぐに、音を模倣する技術はいろいろな形をとっていった。とする前述書のパトリック・メイトラの指摘も的を、いていると言える。日本人初のビートボクサーは、アフラである。アフラは、日本国内で、ボイパという言葉しか知られていなかった2000年7月10日に、 ニューヨークのセントラルパークで毎年開催される音楽イベントサマーステージに日本人初のビートボクサーとして出演した。その後、アフラは2003年に活動の拠点を日本に移し富士ジロックスのテレビ CM に出演した。このテレビ CM はビートボクサーを全く知らない人たちにヒューマンビートボックスという音楽表現の存在が認知されるきっかけを与えたとされる。 なお、ボーカルパーカッションとヒューマンビートボックスは、どちらも既存の楽器の音を模倣した、言語音を使ったり、直接的模倣音を使ったりするため、日本国内ではこれらが混同される場合が少なくない。特に、日本においては、アカペラグループの演奏を競い合うテレビ番組の中で、ボイスパーカッションという呼称や、その表現が先行して広まったこともあり、 ボーカルパーカッションとヒューマンビートボックスが定義の上で混用される例も多い。しかし、ヒューマンビートボックスの世界大会であるビートボックスバトルワールドチャンピオンシップなどの場においてはボイスパーカッションという呼称は理解されないことも多く、日本におけるボイスパーカッションの概念は海外ではボーカルパーカッションあるいはヒューマンビートボックスとして理解されている。川本洋一は ボイパは演奏の中で打楽器のような音を口で発する技術とそれを担う人という概念であるのに対しヒューマンビートボックスは様々な音を発する技術に加え単独を基本とする演奏スタイルという概念であるという考え方を示している。ただしボーカルパーカッションとヒューマンビートボックスはメイトラも指摘しているように成立した歴史的な背景が異なる。 ビートボクサー名の形質については基準に関する客観的な議論の余地があります。詳しくは編集者のノートをご覧ください。ありがとうございます。